はい、そんなわけでね、サブちゃんの部屋にようこそ。今4時44分、4月の17。いや、もう本当にね、辛い。もう息苦しくてしょうがないけど、でもね、もう今お片付けばっかり進めてますね。まあ、お片付けしつつ、あのパソコンの中のデータ処理、データの、なんだろうね、削除とか整理とか進めつつ、なんかついなんか、スマホゲーでこんななんか延々と飛行機がぐるぐる回るやつこれ進めてるとかそんな感じですよ。で、あのね、もうハードディスクがね、パソコン、あのテラ単位のやつがまあ内蔵でくっついてんだけど、それももうね、データがねパンパンで、外付けの4テラももうパンパンなんで、新たにハードディスク買ったかなというそんな感じです。いや、もう本当にね、息苦しい。だけどもうなんとかね、生き抜いていくしかないんで、耐えよう。もう今本当耐える時。いや、来た。そんなわけで、Cゲートのねハードディスク、あとケーブルカー、そう、Amazonで買いましたね。まあレビューとかそこら辺はしないんですけどね、まあ、こんなの買って今掃除してますよ的な雑談。そう、これCゲート8テラ、さすがにね、もうあの古すぎてもう使わないだろうなっていうのは消したりはしてるんだけど、やっぱ旅行とかはね、うん、思い出として撮っといてる部分もあるし、そう、 YouTube 用に編集したのもあれば、まあ、あとは家族用の思い出残しとか、まあそんなのもあるんで、早くね落ち着いてほしいよね。なんかでもね、聞くとこによるとなんか2年かかるとかね、いろいろ聞くんだけどね、早いとこ落ち着いてほしいなーと、出てこない。でもあれですよね、あのいろんな、ね、ニュースをちょっと拝見してると、もうね、あちこちの製薬会社、いろんな国がね、治験開始したり臨床試験開始したりっていう、まあ、ちょっと明るい、ね、ニュースもちらほら出てきてるんで、希望が捨てずに持ちましょうっていうこと。こんな感じで入ってるんだね、8テラ。このボディに8テラもあんのか。そう、今使ってる4テラとなんか外観サイズは変わんない気がする。でも重たいな、これ。こんなに重たいもんで、あとはなんかケーブルがなんかね、付属で付いてるらしいんだけど、なんか Amazon のねレビュー見ると、そう、付属のケーブルだと転送がめちゃくちゃ遅いとかあったんで、これか。そう、遅いみたいなんで、これね、タイプ C じゃないのか、なんか変わった形状のやつなので、これもちょっと別で Amazon ベーシック、まあ、比較的安価なんだけど、そこそこ性能がいいみたいな、そんな位置づけみたい。結構あの三脚とかね、その撮影機器なんかも Amazon ベーシックっていう、そんなのを使ってたりもよくするんで、あ、ふっと、これか。ここまでぶっといから転送早いのか。なるほどね。あ、細い。太いから一気に転送できるって、そういう感じなのかな。まあ、そんな感じでちょっとね、パソコン周りもちょっと片付けしつつ、まあ、これを接続して、まあ、設置かな。だから今ね、ちょっといろんな動画とか撮影してたんだけど、やっぱりその作業領域とかがもう全然足んなくて、書き出しがうまくできないんですよね。かなりの確率で失敗してたりするんで、もうやだってなってるのも確か。そう、編集して完成まではしてるんだけど、書き出しして失敗っていうのはね、まあ、ほんとここ1月ぐらいから多くて、特にあれかな、関西旅行とか行った時の動画なんかもそれがねすごく現れて、ちょっとビットレートも若干落としたりとか、いろいろね、負荷を減らすようにはしてるんだけども、やっぱり書き込みのね、書き出しのエラーか、そう、多発してたりするんで、そう、どうしたもんかなというので、これで改善できればいいかなっていうのがあります。まあ、ここら辺に関してはね、ちょっと使ってみて、なんかめちゃくちゃでかいトラブルとかあったら、またね、別途動画にはしたいと思います。まあ大丈夫でしょう。ただね、これハードディスクとかに関してはもうね、当たり外れあるっていうのも分かってるから、まあ、外れ引いたらしょうがねえかなみたいな感じです。まあ、当たってることを祈ります。はい、そんなわけでね、まあプチ雑談、サブちゃんのコーナーでした。ではまた。